運行に必要な乗務員確保できず、平日ダイヤが土日祝日ダイヤになった。金剛バス、いつになれば平日ダイヤに戻りますか。尋ねたら、私ら何も聞いてませんねん、そう運転士が答える。金剛バス、最前席が使用禁止なのはわかるけど、壊れた椅子はさっさと直して、いまだに ICOCAもスルッと KANSAIも使えない。時々前のドアを開けたまま走り出す。金剛バス、出発までまだまだ時間あるのに冷房つけない。雨の日でも駅から遠いところで乗客降ろす。金剛バス、乗車したお客さんが席に座ったのをちゃんと確認してから発進してください。もちろんいいとこもある。家の真ん前がバス停で、バス来てから家出ても十分間に合う。でも家バレするのが嫌で、5分前にこそっと家を出る。路肩ギリギリに停車して、歩道に降りやすくしてくれたり、居眠りして乗り過ごした時、乗り越し運賃負けてくれた。主力車両は三菱ふつおう車に ICOCAMを貸そう。1時間に1本か2本しか走ってないけれど、ないと困る、本当に困る、大切な路線。頑張れ金剛バス、 Keep on running, Keep on shining。 頑張れ金剛バス、 頑張れ